昨日のことは夢だったのかなって思ったけど、今日もパピカはしつこくついてくるし、ユクスキュルも学校で逃げ出しちゃうし、知らないピュアイリュージョンにまた飛ばされちゃうし、それに長い耳と尻尾まで生え始めて、私の体どうなっちゃったの？早く元の世界に戻して！次回フリップフラッパーズ第2話ピュアコンバータ、お楽しみに。